その初勝利の放送席、いやその前にメディアですね。ライオンズファンの皆様、はい、お待たせしました、ヒーローインタビューです。まずは先制のツーランホームラン、メヒア選手です。ナイスバッティングでした。Thank you. 大きな当たりでスタンド上段に飛び込んでいきました。手応えいかがでしたか？ It feels pretty good when I hit it. I know it's going. I was expecting a fastball inside. I think that's why I pretty hit good. And you know, I'm just happy to win the game. We win and we're trying to win most games we can.まあ、インコースのまっすぐを待っていたってこともあったんで、あのしっかりボールに捉えられまして、場外まで飛んだっていうことなんですけれど、やっぱりチームが勝つことが一番なので、あの自分のホームランによってあのチームが勝つことができて本当に嬉しいです。2試合連続のホームランです。パワー見せつけてくれていますね。ゲームホームラン Yeah, I'm happy to do that. Back to back home runs and help the team somewhere, somehow, like I always say. And to win for us right now is the most important thing. And we got, I think, 85 more games to go, so that's our goal. まあ、あの勝つことがやっぱりうちのチームに一番必要なことなので、あのそれで2試合連続ホームラン打てたということで、あのとても嬉しいです。でまだ85試合残っているので、これからまだまだ勝ちたいと思います。そして藤原投手のプロ初勝利のプレゼントにもなりました。Yeah, I feel pretty happy to do that, and I just trying to put contact and play hard every day and have fun of the game.あのまあ良平さんがあのすごいいいピッチングをしてくれたので、あの自分のできることをした結果ああいう形になったので、あの良平さんがすごいあのいいピッチングをしてくれて後押し出てすごい良かったです。これからの活躍も期待しているライオンズファンに日本語で最後にメッセージをお願いします。 Yeah, let's go Lions. 頑張ります。おめでとうございます。今日のヒーローまずはお一人目、メヒア選手でした。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。それでは続きまして、プロ初勝利を挙げました藤原良平投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちから聞かせていただけますか？ちょっとなんて言っていていいか分かんないけど、プロに入って7年目、やっと、お立ち台に立つことができて、すごく嬉しいです。この大きな歓声どのように届いてますか？そうですね、やっぱり今まで、なんていうの、チームの役に立ててなかったんで、こうやってファンの皆さんの、声援が本当ありがたいと思います。今日は先発2試合目でのマウンドでした。どんな気持ちで臨んだんでしょうか？やっぱり前広島さんに投げて、負け投手になってしまったんで、まあ、同じ相手に2回やられるのは、まあ、嫌なことなんで、どうしても今日は勝ちたかったです、はい、その思いの中、今日のピッチング振り返っていかがでしょうか？先発したんだったら、もうちょっと、長いイニングをしっかり投げれればなと、そこが悔いが残ります、はい、その後はどんな思いでゲーム見守っていらっしゃいました？まあ、バッターの人が、今日たくさん
最近調子いいんで、点を取ってくれたんで安心して、見てました。先ほどお話にもありました、7年目で掴んだ初白星、いろんな思いが思い起こされると思うんですが。そうですね、まあ中継ぎでやる一勝よりをやっぱ先発で、勝ち取った一勝っていうのは、まあ僕にとってすごい、自信にも なりますし、これからもどんどん、チームに貢献できるよう頑張りたいと思います。受け取ったウィニングボール、感触はいかがでしょうか。見せていただけますか。まあ、いつも投げてるボールと一緒ですけど、やっぱり嬉しいです。はい、このボールどうしましょうか。ボールはまあありきたりですけど、今ちょっと父親が、病気で、入退院繰り返してるんで、父親に、あげたいと思います。はい、お父様にとっても素敵なウィニングボールですね。そうですね、やっぱり喜んでもらえればいいと思います。はい、そしてもちろんたくさんのファンの方が見守ってくださいました。喜びの報告お願いします。今日の一勝に満足せず、これからどんどんチームの役に立てるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。見事プロ初勝利を挙げました藤原良平投手でした。時々こう松沼さん、嬉しい涙がこぼれるかなっていうようなところをこらえて、はい、ぐっと我慢したが今笑顔になりましたね。まあ、でもね、やっぱりあの7年目でね、初勝利って長いですよね。特にあの去年は実はファームで11勝を挙げて、はい、イースタンの最多勝ピッチャーなんですよね。 でもこうチャンスというのは1軍では中継ぎばかりだった。で今年掴んだ2度目の先発でようやくですからね。そうですよね、多分、まあ、本人もね、今日先発でダメなら、また当分ダメだろうなっていう覚悟はあったと思うんですよ。はい、だからまあ前回の先発がね、すごくいい経験にはなったと思うんですよね。はい、それがあの初回3人できっちり終えた要因だと思うんですよね。はい、まあ、ですから7年間のいろんな思いがね、はい、頭の中をよぎって、でもぐっとこらえながらのヒーローインタビュー。そうですね、声が、はい、例えば上ずる涙声っぽくなるということもなかった。大人ですよ ね、もうね、7年も苦しめばね、はい、まあ、ある程度やっと勝ったって安心するっていうんですかね、ほっとする、はい、その部分の方が強いかなと思うんですよ ね。ただそういうところをぐっとこらえて、どうでしょうね、マウンド上での我慢というのもこういうところの力も必要になってくるかもしれませんけど ね、まあ、でもね、彼にとっては今日のゲームっていうのは、すごくあの当然思い出に残るのは当たり前ですけども、はい、もうワンステップするにあたってね、いいスタートが切れたと思いますね。はい。